ぶった最後。ですね、ワールドフラワー、その後ユージと、深村さんでバコンタイムが終了になります。よろしくです。
ありがとうございました。じゃあすいません、U字チームお願いいたします。さあ、皆さん、あと爆音2曲、弱音3曲で終了でございます。最後まで皆さんありがとうございます。で、今日は俺の大好きなミルムさんや、ジョンや、ミニや、ルミオンや、っていうかみんな大好きなんですけども、ありがとうございます。ユージ歌わせてもらいます。さあ、もう一発ケーキ付けいきましょうか。新しく来ていただいた人、はい、今日初めて BRS に来ていただいた人、ありがとうございます。あの、ミクシーとかやってられますか？あ、ぜひあのボッパーズのコミュニティを覗いていただいて、エントリー、入りました、ありがとうございます。あの、PRS の方もぜひ、参加お願いします。レミちゃんの後フロアですね。じゃあ、あの、最後スタジオ番通りに最後の1回の時に手を挙げますんで、なな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 。戻りたい、戻れないとなぜ
Thank you.
皆さん、ご協力ありがとうございました。ちょっと5分過ぎちゃいましたですけど、バコンタイム終了でございますけれども、これから本番でございます。ダイアンバーチチーム入ってください。ダイアンバーチの後、アバ366日素顔のままでっていう感じで、本日は終わりでございますけれども、よろしくお願いします。頑張っちゃった。
変なおじさんとか大好きだから私あ、そうなの。あ、すいません椅子をお借りしますカタちゃんあれ、上司、メンバーのお呼び出しを申し上げます。上司、上司、メンバーのお呼び出しをお出しますヘイジョーン、ヘイジョーン、ジョ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 。え、一滴も飲んでないですけど私ね、マイクを置いて呼びに行きたくてもこうスタンドがなくなっちゃってるというわけで、あ、ジオーン、ジオーン、ビヨーンとジオーン、あ、違う、全然いい、あ、でコーラス、ヒロちゃん、あ、またまたメンバーの呼び出しを申し上げます。コーラス、ヒロちゃん、コーラス、ヒロちゃん、take me down to the river again.
Thank you.
めっちゃやりにくいね、どうしよう。これさ、ボンバーズさ、1ヶ月に経済しか来られないギブレットに呼び出されてさ、サトミーのためにいい歌用意してきました、はい、アバですって。リリたちの後これアバじゃなくてヤバだよね。ヤバだよね、すごいヤバいよね。ずっと考えとったのか。あのね、ずっと聞いてめっちゃ頑張ってね練習してたけどね、音取れません。
イトルシ、ライトルシ、ライトルシ、thank you.
ありがとうございます。
素晴らしい演奏が全部終わりましたところで、皆さんお疲れ様でした。曲を絞って2回目なんですけども、よかったんじゃないかと思います。なんか周り、自分の周りでも今日はすごいいいとか言っていう声があったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。よかったですか。爆音から弱音までですね、長丁場ではございますけれども、12時前までには終わることができるようになりました。3月の方もですね、もうエントリー開始しておりますけれども、3月5日までにリクエストの方をぜひお願いいたします。その後はもう残念ながらちょっともう今でも爆発しそうなんで受付できないんですけれども、その後はね、皆さんの自然な乗っかりを待って、僕らホストも入りますので、皆さんぜひですね、好きな曲に入ってください。この曲やってみたいなっていうのをですね、それからリクエストされる方は音源だけはすいません用意してください。 YouTube でも何でもいいんで、皆さん守っていただいてますんで、大丈夫ですけれども、そのあたりもなくこれって言っても分かんない人多いんで、聞いたらね、よかったとかいうこともありますんで、よろしくお願いします。はい、ではこれ見て一旦 BRS23 締めます。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん平日の夜というわけでですね、告知タイムに入りたいと思います。ライブの予定などですね、リッキー、今日ねずっと見てていただきましたけど常連だよねもうはい、よろしく。はい、皆さん和んだ空気をぶち壊しに参りました。どうもファイブローゼスブルースバンドのドラムリキローズです。お疲れ様です皆さん。いやね、こんなにいい感じに和んで喋るのちょっと辛いんですけどね。まあ何から話そうかなっていう感じなんですけど、まず、もう毎月言わさせていただいております。毎月第1金曜日はアバンティブルースセッションでございます。豊橋はアバンティでお店でですね、僕とおしょうさんっていう方がいるんですけど、シュガーおしょうという方とですね、2人で切り盛りをやっているですね、豊橋の端っこにあるアバンティというお店で毎月第1金曜日、今度3月2日ですね。3月2日にあるんですよね。僕毎月こうやって言ってるんですけどね、まだ誰も来てくれないんですよね。まあ距離もあるんでね、ちょっと行きづらいなっちゅう人もおるとは思うんですけど、もう来てみたらあれやあれや何のそのというぐらいですね、面白いことが待っておりますので、まあこうやってね自分でハードル上げて来てつまらんだけどって言われても、ちょっと対応しかねますのでよろしくお願いいたします。はい、それとですね、私が所属しておりますファイブローゼスブルースバンド情報をですね今ここで発表したいと思います。3月4日アバンティブルースセッションの2日後日曜日ですね、名古屋昭和区にありますね、入中ゴヤムーンというお店でですね、そうファンキーモンキーショーというですね、イベントがありまして、そちらの方にですね、参加させていただくことになりました。ただ今回ちょっとフルメンバーじゃなくて、ちょっとハープがいないもんですから、ちょっとライブの予定がかぶってしまって、ゲストにですね、名古屋スローブルースのを仕切るチャビー小林という方の申し子と言われるね、サビスケさんがハープを吹きに来てくれますんで、もうね僕らは本当にサビさん引き立てるためのバック演奏みたいな感じだもんで、もうサビさん目当てで来てくれると嬉しいです。3月4日、時間がですね6時オープン、スタートは7時からで、まあちょっと予約がもう多分取れないんでチケットは、当日が1300円、安いサービスさんを1300円で見れるんですよ。で皆さんサービスさんと言っても誰って感じになってると思いますけど、まあ、来てみればすごさが分かるっていう。
それでちょっと別でですね、あそこそのゴヤムーンっていうお店がライブレストバーになってて、チケット代とは別途で1000円のお食事チケット、1000円分、この1000円分買ってその1000円以内でお食事してくださいっていうあのチケットがありますので、またね、あそこタコライスがうまいんですよ。タコライスがすごいうまいんですよ。もう僕この間あの別の用事でゴヤムーン行ってタコライス5杯も食べたら、まあ、次の日胃もたれ起こしちゃってうますぎるがゆえに、とまあそんな感じなんですよ。でぜひとも皆さん本当にちょっと名古屋なんで、まあここからだったらそう大して遠かないんで、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。まだありますよ、まだあります。4月15日カリアワサンダンスっていうね、スペアリブとハンバーガーがもうむちゃくちゃうまいお店があるんですよ。そう、そこでですね、そこでですね、この間ここにいらっしゃいますポール・ローズと我がバンドファイブ・ローゼス・ブルースバンドの、リーダージョニー・ローズがですね、京都のアウト・ループ・ウェイというライブバーにですね営業の方に行ってきて、なんとそこのですね箱番の方、まあ、アウト・ループ・ウェイ・ブルースバンドっていう、もうすごいね、レイボーン、もう、ま、もうモロレイボーンな、スティービー・レイボーンな感じのあのバンドがいるんですけども、そこがなんとあの愛知県に遊びに来てくれということで、それが4月15日サンダンスです。ちょっと時間等はまだ決まってないんで、決まっとるのかもしれないですけど僕の方には情報がないんで、という感じでそっちもあるんでぜひとも遊びに来てください。お願いします。まだありますよ、まだまだありますよ。じゃあですね、まあ皆さんの脳の片隅にか、あの片隅にですね置いといてくれればいいんで、またカリアサンダンス同じところです。4月15日と同じです。しかも日付も一緒です。7月15日、だいぶ先なんですけどね、これね本当に言っときたい。ドラマーの方は皆さん知ってますでしょうか。沼澤隆さんという方を、沼澤先生、そう、沼澤先生が所属してるですねブルース・ザ・ブッチャーというバンドがあるんですけども、ウェストロードで活躍してたですね、あの永井仏さんと永井仏隆さんとですね一緒にやってるバンドなんですけども、それがなんと7月15日愛知県に来ます。カリアサンダンスに来ます。そしてなんとマスター、サンダンスのマスターからですね、ファイブローゼス前座どうというお話をうちのジョニーの方がいただいたらしく、私が尊敬します沼澤先生と今度一緒にライブをやることになりました。もうね、ブッチャーはすごい、本当に本当にすごいからぜひとも見てほしい。チケットもやっぱプロなんでちょっとお高いですけど、見たら絶対にその日の夜はいい思い出ができたって言えるぐらいかっこいいバンドなんで、ぜひとも皆さんブルース知らなくても楽しめます。ぜひぜひ皆さん7月15日ですよ、まだ詳細全然決まってないです、決まってないですけど確実に来ますんで、絶対僕らは出ないかもしれないですけどね僕らも出るみたいなんで、もう僕らよりかもうファイブローゼスなんてペッっていう感じでいいんで、あのブルース・ザ・ブッチャーの方を見に来てください。はい、リッキーだけでね12時を終わらせるわけにはいきません。ありがとうリッキー、来月も来るんだよ。7月の予定は来月とかねまだ言えますんで、ということでですね、重要な予定があります。ヒデさんどう？皆さんご存知かと思いますけどですね、うちのリートルズのメンバーのセバスチャンがですね、大それたことをしてくれましてですね、来月ですね、3月17日の土曜日に、
残されたメンバー3人でセバスチャンの追悼ライブをあれあれあれいいやつだった。ぜひぜひ皆さん、セバスチャンをね、いいやつだった、いいやつだった。まあね、死んだらいいやつだったって言うしかないもんね。みんなでいいやつだったって言ってやりましょうということで、ニートルズ3曲か4曲ぐらいちょっと演奏しますんで、でついでにそのセバスチャンのなんかお祝いだかなんかやるらしいんですけども、まあ、追悼なのかお祝いなのかね、まあいいですけど、あんま気が乗らないとは思いますけども、ニートルズのライブ目当てで結構ですので、まずは時間とかは分かるんですか？8時からですね。はい、8時から。台風はおい。俺何も知らない。興味ないし、セバスチャン。ほらほら。いいやつだったんだ。リキ電話。これあれあれあれリキどこじゃなかった。置いとくね。はい。海浜温泉です。7時、どうしようかな。8時スタートなんで、まあ5分ぐらい前に来てくれれば。どうせ店来て酔っ払ってんで、やつは。で、久しぶりにニートルズやります、セバ抜きで。嘘です。ニートルズ見に来てね、本当に。冗談を置いて、お時間、ね、今からちょっと開けてもらって、大きい方がいいと思うんで、ね、追悼ってことなんで、みんなで泣かしてあげましょう、セバ。セバ泣かしてあげましょう。そういうことで、まあ、マスターチャチャはじめチャーリーも僕もガガ動くんで、皆さん来ていただければ本当に楽しんでもらえる日にしますので、よろしくお願いします。じゃあもう一人おめでたの追悼じゃなくておめでたの、ごめんなさい、ちょっともう一つ告知ですか。まだ詳細はっきりしてませんけども、4月7日にですね、久しぶりにサイローが夢希望でライブやりますので、夢希望でやる場合は、まあ、やったことある人はご存知かと思いますけど、必ずチケットノルマが出ますので、サイロー、この度ですね、基本的な活動を開始して3周年ということがありまして、今回チケット代ノルマ分は全て無料で配布しますので、ぜひですね、一度遊びに来てくださるといいと思います。昨日ね、ミクシーで盛り上がってましたけど、髪の毛立ててきてください。髪の毛ツンツンに立ててきてください。よろしくお願いします。はい、ありがとう。時間その他もまだはっきり分かっておりませんので、3月次回のセッションまでにははっきりすると思いますので、ただチケット欲しい方先に言っといてくだされば、1人5枚ぐらいずつはノルマがありますので、配りますので、よろしくお願いします。いや、おまけで、所属ポケットロケットロッカーズでございます。ありがとうございます。3月9日名古屋の神前図ザイオンで、名古屋のソウルオブリバティ岡崎のきのこさんと3つでやります。チケットが2500円だったかな、ワンドリ付きで確か。でその2日後9日の11だから、11月このガマゴリのローズカラーというところでロカビリナイト、豊橋のフェイカーズ、地元の、テル&ヒズフレンズと、なんていうかな、あと5バンドぐらい出るんですよ。なので、で順番がじゃんけんで決まるらしいんで、6時半スタートなんで、お時間あればぜひロカビリーもたまには聞きに来てください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ポールとかやってるね。ポールポール、はい、ポール追悼の後はおめでたい話でね。はい、はい、バトンタッチ。おめでとう皆様、お疲れ様でございました。おめでとう。本当に私、子供を授かりまして、おめでとう。来週いつまどっちルーデスです。エコーとか当てたの、女の子の子なかなか降りてこないですか。ジョンさんは超明るい、失礼いたしました。実はですね、ファイブローデスのビリーがですね、結婚しました。めでたく結婚しました、あいつが。あいつもいいやつだったんですけど、茨の道を歩み、無事結婚しました。それでですね、ありがとうございます。4月の28日に、結婚式と、まあ、二次会があるんですけど、二次会の感じになってしまってですね、僕がですね。ありがたい話なんですが、
短いは全て僕のこう技量にこう全てポールが覆ってくれるらしい。マジですか。そうですね。それですね、ぜひビリーの縦の願いでですね、演奏をその二次会でやって、まあちょっとどんちゃん騒ぎをしたいということで、ぜひ BRS の皆さんでですね、まあ、多分1曲ぐらいしかできないと思うんですけど、有志の皆さんで演奏をしていただきたいと思いますので、また皆さんこの後でもメンバー決めていただいたりとかですね、ハッピーな曲をぜひアイスのために演奏してあげてください。イエーイ。4月28日またよろしくお願いします。ポールに連絡すればいいんだよね。そうですね、僕幹事になっちゃうので全て僕にお願いします。大丈夫か大丈夫か。なんか頑張ります。他の人いないですか。じゃあライブの告知とかぜひお願いします。いい、はい、どうぞ。はい、大丈夫です。ちょっと関連するから、定期的にやってる中央総合公園でやってる青空の下でロマンチックっていうのが今度3月11日震災の日にまたやりますので、いろんなバンドが出ますんで、ボッパーズのねこういうセッションとかから発生したバンドとか、それ以外の自分たちでやってるバンドとかも全然出れるので、5月このひろちゃんですね出る一応予定なんだよね。斎藤さんも出るだの出んだのとか5月ね、5月だから。あ、間違えた、斎藤さんじゃないわ、ポケロケだ、ごめん、ポケロケだ、間違えた、ごめんごめんごめん。斎藤さんはね、呼んでもらえないのよ。それで、じゃあそれで参加資格としては1回その青空さんのロマンチックを見に来るっていうのが参加資格なんで、で、出店とかいろんな出店もしても、うちのエゴロックも出してますので、よかったら皆さんぜひ見に来てください。ゴーゴー。あとですね、BBB のライブボリューム36ですね、3月25日日曜日にありますが、そちらにどこでも杉本さんの先生杉ちゃんが作ってくれましたが、レディースナイトということで、ユーザーモナトリアムを注目してますと出させていただきますが、あとアンビニッシュさんを対バンさせていただきます。皆さんお時間ありましたら来てください。じゃあね。ではですね、僕さっきから他に皆さんライブの予定ないですか。BRS からはですね、今度の3月はまあ基本最終水曜日なんですけど、イレギュラーで申し訳ありません、29日の木曜日になりますので、皆さんお休みの調整とか時間の調整もお願いいたします。それでその時に5月にある12日19日の企画バンドの方を決めたいと思いますんで、今からですね、まだエントリーされるバンドの方ですね、3月のその29日までのセッションまでに、ぜひ書き込みの方をお願いいたします。ちょっと聞いておきたいんですけども、新しく出す予定があるっていうバンドとかおられました、手を挙げてもらっていいですか。何バンド、じゃあ場合によっては多かったら既存のバンドとか別の日に用意しますのであれなんですけれども、じゃあ皆さんよろしくお願いしますね。はい、でですね、俺さっきから気になってるんですけど、このバンドをやったりなって、このお二人ですね、どう見ても、はい、なんかライブのやつとかないですか。今日はどなたのご紹介で来られました。ああ、石坂先生のろくなもんじゃないです。俺が言いたかっただけ、俺知ってたんだけど。すみません。何さんって言われるんですか。カズって言います。カズさんと、チョコです。はい。カズさん、チョコさん、来月はよろしいですか。大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、もうぜひ、ドラマで、もう素晴らしいです、もう、恐ろしいですけどですね、上手い人ばっかりなんで、今回ですね、今回も来回もですね、頑張ります、俺も、ということで、皆さんよろしいでしょうか、もう
12時ちょっと待っちゃいましたですけれども、これにてですね BRS ボール23、来月は2年回りの締めでございます。皆さん本日は本当にどの演奏も素晴らしくてありがとうございました。お疲れ様でした。明日仕事だっていうのね忘れそうですけどね、頑張っていきましょう。ではまた来月よろしく、はい。